ビッグマムはそれぞれの身の所有者だが、どう手に入れたのかの描写はなく、以前はマザーカルメルがそれぞれの身の能力者であった。ビッグマムは子供の頃に食い患いの感触を起こし、正気に戻った頃にカルメルは服を残して突然姿を消していて、このシーンからビッグマムは感触の最中にカルメルを食べたことにより、それぞれの身の能力を手に入れたと考察されている。さらに、SBS デルフィーを食べたらボム人間になりますかという読者の質問に対して、小田先生は食中毒になりますとだけ答えて否定はしていないことから、この説は濃厚だと言われている。ブルックは骨だけで内臓もなくとても軽いので、能力者でありながら海の上も走ることができるのだが、これを発見するには海に入って確かめる必要があったはず。ブルックは仲間を全員失い、暗い海の中で49年間もの間一人だったと言ってたことから、孤独に耐えきれず沈むと重い海に身投げをした時に走ることができると判明したのではと考察されている。